祝夕闇にいざない漆黒の演じるベスト版発売記念大宣伝選手権では、パリモンスター、ポンポンポンポーンさあ、ということで、本日動画上がってる日からですね、3日後に、ついに発売となります。10年目の闇にいざない漆黒のエンジェル。ということで、過去の曲をしっかりと再録いたしましてですね、はい、そして新曲であります「beautifulteenager」も加えて、はい、とにかくもう普通に新しいアルバム、うん、そんな気持ちの、ベスト版でございます。これからだからその5日に発売して6月5日発売ですね。6月5日ね。そこからね6月14日 ZEP 新宿でのワンマンライブを皮切り今東名阪ということで、はい、7月の18、あちょっと俺も分かんない。6月14日は限りに、7月18日、名古屋、8月23日大阪ということで、はい、東名阪ワンマンツアーするわけです、はい、何よりもねやっぱそのライブに来てほしいところであるんですが、このベスト版をねしっかり手に取って聴いていただいてねライブに足を運んでいただくっていうのもね大切かなと思いまして、今回はコマーシャルを作っていただきます。コマーシャルめっちゃ先生聞いたね。コマーシャル CM じゃないんだ。小学生ぶりなの CM CM って言い方違うんですよ。時代だね。今回ちょっとチーム戦でその CM 作ってもらおうかなと思ってまして、ガチの CM サイズの尺15秒でこれを買っていただける、皆さんが気になるような手に取ってしまうようなコマーシャルをねちょっと作っていただこうかなということで、今回チーム対抗戦で行かせていただきます。で僕は本当に何も知らないという体で見させていただきますので、でルールとしてはこのものを使う CD のものを使っていただければ何でもいいです。どっちもよかったらどっちも使うけど、いい方やっぱ競ってほしいから、いい方は僕らがプレミア公開する前に予告編ってつけれるんで、そちらで常に流れるから、常に流すくらいのイメージでいてほしいよね。じゃあ一回チーム決めよう。はい、クッパージャス。何それ。東海オレンジクッパー。一人ね。いやいやいや。一人対三。一対三。クッパーで分かりましょう。お、じゃあこれはうまいこと新旧メンバーで分かりましたね。ということで、じゃあ確かにいいかもしれないですね。見え方違いますからね。ある意味ね。10年の見え方違いますから。お前ら別にどうでもいい可能性も出てきてるもんで、ちょっと若干。そんなことは初円盤ですから。フィジカル。フィジカル。これだけちゃんと。気合入れたの持ってこない。そうだね、確かに。果たしてどんな作品が出来上がるのかいってみましょう。はい、それではやっていきましょう。我や10周年記念ベストアルバム10年目の夕闇にいざない漆黒のエンジェル発売決定。10周年を彩った楽曲を再録、そして新曲も収録予定。東名阪ワンマンツアービューティフルティーンエイジャー開催決定。詳細は概要欄をチェック。チーム9メンバーです。これは持っといた方がいいんだなという洗脳をさせたいわけです。プロパガンダね。ちょっとドラマ仕立てというかして多分いろいろやってもらうことになるんだけど、このナンパ持ってたこれ成功するとか、あとベタにペカルとジャグラーペカル、あとなんかヤンキーに絡まれたけどこれミスったからになるみたいなのでいこうかなと思ってます。15秒にきっとそうそう9分ポン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 って言って CD のってよりももう一個の商品としてというかお守りみたいなのね。いきます。はい、ということで、新メンバーチーム、新メンバーっていうのもおかしい、1年目チームですね。これでもコマーシャル、CM、知識的なやっぱユーマさんの方が上回ってると思うのよ。ああ、長く生きてるし、テレビ見れてる時代がさ多いじゃん。あ、はい、見てましたね。俺だって物心ついた時にはもうチレジカいたし。ああ、そここ？そう。チレジカもちゃんとテレビだから別にいいんだって。こっちはさ新しい CM 作ろうと思って難しいじゃん。どうしてもパロディーになっちゃう。パロディーいきますか。例えばケイ小杉さんと。エスカムでしたっけ？リポビタン D、 リポビタン D の CM いく？一旦いろいろ出していこう。ああ、オッケー。あとあれはね、稲葉物置だよ。ああ、乗っても大丈夫。インパクト大事。そうだよね。あれやっぱ覚えやすいじゃん。乗る必要ないもんね。そうだよね。ピアノってちょうだいだと。はい。竹本ピアノ。昔雑技団とか出てるやつありましたね。だから知らない。なんだっけそれ？中国雑技団みたいな。今んとこできるのがほとんどないっていうね。あれ結構ロケーション勝負なところもあるから、まあ決まらなさそうなので、ちょっとまあ見てる人はお楽しみかな。CM を見ましょう。はい。なんか眠たくなっちゃって。眠たくなっちゃった。なんでもいい。まあそう。だから今ハードルは下がってる。だから今日この状態で相当やばいもの持ってくるっていうのは本当におかしい話だから。おかしい話。いやマジ。いやまあていうか基本悪いのってあんのって。宣伝をしようって言ってるわけだから。そりゃそうです。どっちチームから取り行きますか。早いな。ベタなんで。ベタっていうか無理にかかってるというか。それはそうでしょ。時代も考えまして、その CD のこのフィジカルを買う意味っていうのが最近やっぱなくなってきてるというか、もうサブスクいいじゃんみたいな。まあそれはそうですね。だけどまあ見てたら無意識にこのもの自体を手に取りたくなるような CM を目指して、いい CM ですね。いい CM よ。もちろんサブスクでもいいんですけど、これものがあることに意味があるよねみたいな。楽しみだよね。楽しみ。あれあ今が出ちゃってる。いいですか、じゃあ。はい。夕闇にいざないし漆黒メンゼル初のベストアルバム、10年目の夕闇にいざないし漆黒メンゼル発売中。結成初期の曲から最新曲まで含む全15曲で、聴かなくても持ってるだけでいいことあるかも。今すごいところでショップへ走れ。すごいな。15秒ですよ。めっちゃ短いね、15秒。いいですね。本当ですか。なかなかすごい突っ込みたいとこ多かった。まあ確かにそうだね。気になったりして即まあいいです。どういうこと。何回も見ちゃいたくなるような、何回も流れるだろうしね。そしてまあお守り的な要素を無理やり付け加えました。これね、ジャグラーね。はい、知ってるやん、この時間にジャグラー。うちよくリーチ目で止めたね。いや、たまります。ああそうなんだ。急いで。あ、なるほど。いや、もうこっちの勝ちでしょ。いや。でもよかった。こっちと意味が違うっていう。そう。あ、よかったよかった。CM もジャンルいっぱいありますからね。そう。楽しみだな。でもね、初の CD ですから君たちは。そうですね。真面目にやってないとおかしい。おかしいよ。全然普通に賃金カットあるからね。賃金カット。リアルだ。で、なんかどうなるんですか。なんだろう、そのバンドもさ、やっぱなんていうのか、10年間やってくるってことは当たり前のことじゃないと僕らも。そうだから努力とか、それ絶え間ぬそれね。にじむね、なんかその努力10年ってさ、そんなね、さらっときたみたいにいろいろあったじゃないですか。いろいろね。あ、見た方が早いのかな。まあそうですね。あんまり分かんなかった。あ、ほんと。ちょっと待ってよ、これはやばいよね。15秒ってこんな長かった。短いっすよな。短くて短くこっちは。ああ、短いんだ。2分ぐらいに感じたんだけど、こんなすぐ終わるよ。いや。じゃあもう一回見てみます。もう一回なってる。そう、もう一回やってんだよ。気になっちゃったんだよって。いい CM ってのは一発覚えれるから。いい CM ってのは一回見たら覚える。ああ、そういうの。何にも今記憶が残ってなくて。そう、だからサッカーの CM かなって思って。違う。これ何これ。素晴らしいね。入れた方がいいんじゃないの、なんかナレーションみたいなのは。考えましたよ。ナレーション入れるだけでぐっとこう良さ違うと思うんだけど、まあね、ちゃんとさっきみたいに分かんないですから。例えばジャケットもちょっとあんまり見づらかったです。そう、気になる感じ。いや、ならないよ。ならない。クリック。ならないかも、これは。なんかその見えてなすぎて悪質なアプリの広告みたいな。カットですカットです。このシーン大カット？あ、賃金カットの方ね。使わせていただきますけど。あ、使うんだでも。うん、そうでしょ。わかりました。まあ一応僕も作ったんでね。ちょっと時間が空いてたんで。俺はもうだからその市場を変えたっていうか。市場を変えた。やっぱ国内市場だったよね。ああ、まあまあそうですね。海外に向けて。いきます。卖得真好。非常受欢迎的商品，好听的歌曲邀你走进狂歌，最佳专辑将由梦一发行。非常受欢迎的商品。からんし、一番ひどいんちゃう。なんかわかんだよな。本当申し訳ない、そのお前らに向けてないっていうか、その。これはだから中国の YouTube に上げておきます。中国ビリ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 だ。中国ビリビリね。そう、細かく言ったら中国 YouTube 見れないから。そうそう。ビリビリだけです。勝利。なんだか。やめてよ、そのなんか俺ら風に使って。本当だよね。そのなんか本当ごめんけど、今の中国で全部消えた今までの。ね。中国お前ら自分らが作ったら消すなよ。そうなんだけど。ということで、6月5日発売、我々のベストアルバム10年目の闇罪師一刻の炎上の皆さん、ぜひね、タワーレコードとか HMV とか。そして会場でもね、我々売りますから、皆さんどこかの場所でですね、ぜひちょっと手に取ってみてください。はい、この動画見てちょっと手に取るかは分かりませんけども、もしねちょっと気になった方はぜひ調べてみてください。はい、でしてありがとうございました。透明版ワンマンツアーbeautifulteena開催決定。東京6月14日ゼップ新宿、名古屋7月18日レニーリミテッド、大阪8月23日ビッグキャット。詳細は概要欄をチェック。楽しいこと好きな全員集合。